はい、では常服に移りたいと思います。常服の隷書ですが、お手本は剣豪の筆で書いています。で、剣豪の筆は、まあ、毎回、言っている通りキレのいい、線が出ますね。ちょっと書いてみますね。このように、強い線が引けます。で、羊毛ですね。羊毛の筆で書くと、打ち込みというものはあまり強く入れませんので、がむしろ運筆というのはもう少しゆっくりになります。線もかすれも出たりして味わいも出てきます。で、隷書の場合この字形ですが、一貫したあの字形が必要なんですが、例えばぐーっと潰してやって、また味わいが出た感じですね。で、かすれを、無理にあの造法にしなくても結構です。太細をはっきりつけてですね。なかなか味わいのある線が引きますし、字形も面白さが出てきますね。それともう一つ、例えば今書いたように、だいたいこの扁平に書く書き方ですが、頭の部分を広く書いて徐々に小さくしてきますね。どういう書き方でも結構なんですが、このパターンを一つ決めたら、大体そのように全てを、一貫した字形ですね。それが必要なことですね。ですので、こう、舌を絞る書き方でしたら、例えば こういうような感じで一つのパターンを作ってやるということが大事ですね。お手本の場合はあまりそういった作為的なことをしていません。ですので自分で、デッサンが過ぎたら、自分で作為的な面白さも出してみると面白いと思います。はい、では通しで、書いてみたいと思いますね。はい、剣豪で書きます。ちょっと墨は多めにつけて、しっかりした線を引きましょう。線はあくまでも引く感じですね。
ここで破法を使った場合は、ここは破法を使いませんね。このにじみとかすれのバランス、これも考えながら書くようにしてください。隷書はこの重い線と軽い線、まあ、軽いという言い方はおかしいんですが、細い線ですね。細くてもガッと力がこもった線でなければいけないんですが、をうまくバランスよく書くということですね。だからどの線を太く、どの線を細くという決まりはありません。こういう画数の多い字というのはなかなかまとまりづらいし、他の字とのバランスが悪くなりますので、横線の間隔をぐい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 、引き締めていくとですね、狭くしていきます。と呼吸の長い線で線を筆を引っ張っていくという感じですね。で、名前を書くということですね。潤滑ですね。潤滑と字形ですね。字の形の一貫性が大事です。あとは自分の工夫次第で、いろいろのパターンで書いてみてください。